100万ね、推し100万来たら一気にもう形勢逆転でしょ。全部口に出して、思ったこと全部口に出して喋るわ、じゃん。じゃあ、もしその、あれだよ。思ったことを全部口に出した結果、炎上したら、言わされたんですって言うからね。思ったこと全部話せって脅迫されてたんですって言うからね。臭いオタクのことどう思う？え？うん、しょうがないと思うよ。人の体質っていうのは人それぞれだから、努力でどうにかならないこともあると思うし、しょうがないこともね、あるから、私は全然いいと思うな。気にしなくて大丈夫だよ。匂いはどうにかなる。いやいや、匂いは、努力しても、どうしようもないことも多いと思うから、仕方ないよ。個性的な匂いもね。なかなか A と違いますか？個性的な匂いどすなぁ。この香水使ってはるんやろうか。私も知りたいわ。京都出身なの？いや、全然違うよ。埼玉。デレデンデレデンデンデレデンデンデレデンデレデンデンデレデンデン。